から今後の行動提起を高田健さんからお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、スピーチの最後になります。今日この会場に3万人を超す人々が集まりました。この憲法の課題で、この憲法の危機の時代に皆さん感じたようにたくさんの人々の熱気です。この臨港パークに集まったこの3万人が、先ほど大江健三郎さんがスピーチしてくださいました、このプログラムの一番後ろに書いてある私たちの宣言、私たちは平和と命の尊厳を基本に日本国憲法を守り生かします。集団的自衛権の行使に反対し、戦争のための全ての法制度に反対します。脱原発社会を求めます。平等な社会を希求し、貧困格差の是正を求めます。人権を守り、差別を許さず、多文化共生の社会を求めます。そういう共通の意思で今日ここに結集しました。多くの皆さんがおっしゃってました。5月から安倍内閣はいよいよこの国を戦争する国のため、戦争する国のための法律を国会に出すと言っています。私たちの戦後70年、平和な70年がこれで終わらせられようとしています。私たちはこれを絶対に許すことはできません。戦後70年を戦後80年、90年、100年とするのは今生きている私たちの責任だと思います。安倍晋三首相のこの危険な企てを私たちは全力を挙げて阻止したいと思います。皆さん、今日プログラムと一緒にお配りした許すな戦争法案というこのチラシがお配りしたと思います。この中に私たちがこれから5月、6月、7月、8月にかけて全力を挙げて行動する日程が入っています。すいません、1点だけ修正します。5月15日の閣議決定阻止の官邸前行動は5月14日に変更しました。このチラシ、5月15日は5月14日です。安倍晋三はこの5月14日に戦争法案を閣議決定をし、国会に上程しようとしています。私たちはこれに抗議をして結集したいと思います。皆さん、たくさんの日程が書いてありますが、とりわけお願いしたいことがあります。今日集まった、ここに集まった皆さんが、まず6月14日、6月24日この大きな2回全国行動にしたいと思います。どうか一人残らず多くの皆さんが国会に集まってください。国会を包囲し、安倍晋三の政策を揺さぶって揺さぶって必ず止めたいと思います。皆さん、この力を毎日3倍にし、何としても私たちの責任において、この戦争法制を阻止するまで共に頑張りたいと思います。今日の力を必ず国会行動に結集してください。全国で共に戦いましょう。ありがとうございます。皆様に、お知らせです。